戦前の沖縄本島の豚便所とん便所は、便所の方式の一つで、大便を豚の餌として与え、飼育する施設である。中国では、チョカワや、沖縄本島では、フールー、フール、漢字、フロ、韓国チェジュ島では、トットニシと呼ばれる。豚便所は、中国発祥の便所システムで、便所と豚小屋を一体化したものである。 豚小屋の上や脇に落下式便所を設け、人が用を足すと豚が人の代弁を餌の一つとして処理する仕組みである。人間の排泄物のうち、尿は豚が好んで飲むことはないが、人糞には栄養分となる未消化成分が一部含まれており、食粉の習性を持つ豚は人糞を、給食の一部に加えられることに耐える。特に、 相対的に野菜を多く摂取する中国では未消化成分が多く餌としての利用価値も相対的に高く限られた食料を有効利用できる実際には豚の餌のすべてを人糞で賄うわけではなく藁など一般的な餌も与えられていたが藁も直接与える以外に落とし紙代わりに使ってから豚の餌にするという事例もあった中国や台湾以外では 日本の南西諸島や韓国のチェジュ島にも黒豚と共に伝わった。ベトナムやインドのゴア州にもある。飼育の対象は豚だけでなく水路の上に便所を設置し、魚の餌とするものもある。約9000年前に野生のイノシシを人家の近くで飼い、家畜としての豚が生まれた後、草むらで養便をすると豚が寄ってくるということが経験的に知られ、 また、話し飼いでは落ち着いて、要弁もできない問題が生じ、これらを解決できる方式として考案されたと考えられる。中国では、約2500年前の寝代から普及した方式である。全館代に作られたその統制の模型も出土しており、全館の旅行と、赤夫人の人の逸話からも、都市で普及していたことがわかる。 死業処理の面倒がない方式であったので、近代まで都市で使用されたほか、現在も地方の村では現存している。沖縄県及び奄美群島に存在した。しかし、この地域では豚を食用としており、サナダムシなどの寄生虫病の大み症となっていた。そのため、明治時代に、明治政府により、病院などが整備されると、 衛生観念の広がりから不衛生なありさまが問題として取り上げられるようになった。そして、裸足の禁止や仮装の症例とともに、風俗改良運動の中で廃止が推奨され、大正時代に、県令によって新規の開設が禁止された。1945年の沖縄戦後、アメリカ軍当局によって使用も完全に禁止された。日本の本土においては、 山間部では飼育しなくとも野生のイノシシが取られたこと、死料は肥料として利用されたことや仏教によって殺生が禁じられてきたことなどから、明治以前には豚の飼育自体が普及せず、雑食性の刺激動物を飼育していなかったことから、人糞を利用する必要もなく、伝播しなかった。西谷大。 食べ物と自然の秘密ピアニッシュも65から70、2003年、東京、小峰書店、ISBN4 から338186038。ありがとうございます。